チッピングカムデンは、イングランドグロスターシャー州のコッツウォールズにある小さなマーケットタウン。ハイストリートには14世紀から17世紀のエレガントなテラスのある建物が未だに保存されており、その美しさから毎年多くの観光客を集めている。中世には、羊毛取引の中心地として栄えたチッピングカムデンは、裕福な羊毛商人たちの支援を受けて大いに栄えた。 詳細は、羊毛協会を参照のこと。今日では、パブやホテル、レストランで、コッツウォルズ観光の人気の街になっている。ハイストリートには、コッツウォルズストーンの名で知られる、この地方の特産の蜂蜜色の石灰岩で作られた建物が並び、素晴らしい、この土地特有の建物が売りである。この通りの中ほどに建つのが、1627年に、 建てられた豪華なマーケットホールである。1627年に建てられた古いマーケットホール、その他の観光のポイントとしては、およそ1500年頃のものとされる、中世の祭壇や1400年頃の司祭の再服の、あるセントジェームズ協会、地元の裕福な羊毛商人だったさ、バプティスト・ヒックスと彼の家族の広大で贅沢な17世紀のモーニュメントとも言うべき、旧品印と、 羊毛な加害人ホールがある。教会の近くの裁判所の建物は、今日では、近在の豊かなアーツクラフツ運動の輝かしい歴史を展示する博物館になっている。ヒックスは、イングランド内戦の最中に、議会派の手に落ちることを恐れて、火をかけて消失させられた、キャムデンハウスの持ち主でもあった。今でもなお、ヒックス家の財産として残っているのは、二つの、 ゲートハウス、二つのジャコバン様式のバンクエッティングハウス、これらはランドマークトラストによって復元されているが、それとレディー・ユリアーナのもんである。ヒックスの子孫はその敷地に隣接したコートハウスに今も住んでいる。また二つの有名で、しかも歴史的な庭園がある。一つはナショナルトラストが所有し管理しているヒドコートマナーガーデンで、もう一つは個人の所有であるが、 一般に公開されている、キフツゲートガーデンである。西に2マイルほど行くと、セイントベリーの近くのウェストンパークの敷地内には、城のドルインの跡と外壁が残っている。この町は、1612年から自分たちのオリンピックゲームを開催してきた。2012年ドンドンオリンピックの際には、聖火リレーが2012年7月1日チッピング、カムデンの町を通過した。 チッピングカムデンのイーストバンクエッティングハウスとセントジェームス協会17世紀の初頭からこの街では田舎のスポーツの競技会が行われてきた。ロバート・ドーバーがこの競技会をコッツウールド・オリンピック・ゲームズという形に変えた。このオリンピックは毎年春の後半の連休が終わった後の夏の金曜日の午後、チッピングカムデンの近くのドーバーの丘で開催された。 この競技会の名物は足のすねの蹴り合いである。し草をスボンのすねの部分に詰め込み、上半身で互いに組み合って相手のすねを蹴る。地面に膝がついたら負である。その他には綱引き、障害物競争などが行われた。競技会の終わりには巨大な焚き火や花火が打ち上げられたりする。その後町まで松明を手に持って行進し、広場で 地元のバンドの演奏に合わせて踊り回る。翌日は、スキャトルブルックウェイクという名前の仮想行列や子供たちのパレードがある。地元の有力者たちが昔ながらの衣装に身を包み、女王に付き従い、女王には4人のお付けと故障が後に続く。これらは飾り立てられた出汁に乗って、モリスダンスを踊る、男たちに付き添われて、街の中心まで練り歩く。 その後、表彰式やメイポールの展示、二つの小学校の子供たちのカントリーダンス、モリスダンスなどが行われる。それが終わると、催し物会場は街の中心部の冷房に移る。旧品位にお祭り会場のステージが設けられ、催しは深夜まで続く。20世紀初頭、チャールズ・ロバート・アシュビーが1902年ロンドンのイーストエンドから、 彼のハンドクラフトの学校とそのギルドの仲間たちと一緒に移ってきて以来、この町はコッツウールドアーツクラフツ運動の中心地となった。ハンドクラフツのギルドは金属加工を得意とするものの、宝飾品やエナメル、銅、鉄の加工から家具調度品までを扱った。何人かの芸術家や作家たちはアーツクラフツの人たちが建てた中でも重要な、 ドーバー邸を建てたエッチング職人のカイエル・グリグスと共にこの地に今日定め、ノーマン・ジョーソンと共にカムレントラストを立ち上げて、ドーバーの丘を開発から守ってきた。イギリスの田舎の暮らしの良さを賛美してきた地方作家の H.J. マシンガムは、この町の近郊に居住している。アシュビーの同僚だったアーランダ・クマーラ・スワーミーというスリランカの哲学者で、 芸術家もブロードカムデンに住んでいたことがあるここはアシュビーがノルマン時代の礼拝堂を自分が住むために改修したところである AD ミルズオックスフォードディクショナリーオブイングリッシュプレイスネームズ P83 クリームオブザコッツウォルドアットタイムズオンラインハットオリンピックトーチリレーマップハットビビアングリーンアビッチリーザガーディアン23オーガスト2003 キャンダンコットジスウェブサイト。ありがとうございます。